毎度どうも。あまりにも暇なので、うちのメスティン、だいぶなんかくたびれてきたので、これを鏡面仕上げにしてやろうかなと思って。一緒やねんけどな、結局は汚れるから。焚き瓶の中にガーってくべたりするからさ。同じやねんけど、暇やから、これをちょっとピッカピカに、できる限りピッカピカに磨いてしようかなと思います。使うのは、これ、ホルツのコンパウンドシリーズ。こんな感じ。粗め、細め、極細め。それと最後、最終、多分ピカールでやるかな。まあ、時間かかるやろうな、でも。どっちしよう。こっちだいぶ気づいてるからこっちの方がいいかな。こっちにしよっか。よし、だこれをしていきたいと思います。ではさあ、どれぐらい切れくなるよねこれ。やる気のある限りやりたいと思います。さあ、頑張れ。こっからスタートやからな。まずは真っ平らにしていきます。昔はやったけどな、バイクの道具キンキラキンにしたかったから、もうめちゃめちゃやりましたけどね。なぜひたすらこの作業が大変っすよ。今度なんか綺麗にしすぎたらもったいなくて使えなくなったりするよね。うー、あんだけ磨いたのにマジでみたいな。あー、やっぱり取れへんな。やっぱ傷は取れへんで、だいぶ削らないと。どう？あ、めっちゃ汗かいてた、もう。よ、ほれ。すごいっしょ。えらい違い。ほら。素晴らしい。綺麗になったんや。綺麗は、中はいいねんけどな、です。テカテカになった。いやー、ちょっと、今度はこっちやな。外側をやる。もうこんだけやったら十分やろ。もうちょっと追い込む？もうちょっと追い込んだら、もうちょっと鏡面になるけどね。十分やで、これ。カメラがほら、綺麗に映っとるやろ。
いぶ追い込んだで。いいよいしょ。うん、映る。これぐらいが限界かな。もうちょっと横の線をやればできんこともないけど、もともとの地肌が悪いからそんなにいかへんような気がするな。え、ここまで来た。もういいやろ、さすがに。こんだけ映れば鏡面になったっしょ。ほら、問題はこっちやな。きったね。全然ちゃうんだな。こっちをきれいにしていきたいと思います。きれいな、すげえ。いや、真っ黒や。すごいっしょ。さあ、まだやるよ。綺麗なメッキみたい。アルミを磨いてるだけなんですけどね。もうメッキかかってるみたい。すっごい綺麗。楽しい。次は今3枚目まで来たから、次国際やね。よし、ラッツ。いや、もうボロボロやわ、でも。うわ、どうこれ。綺麗だったでしょ。ほら、おお、素晴らしい。さあ、そしたら比べてみましょうか。こっち側が今まで使ってたやつ。こんな感じ。ボロボロやな。いいねんけどな、全然これで。よいしょ。で、これが皿。これ皿。まだバリがすごい残ってる。こんな感じ。うわ、締まりにく。こんなに硬いんかな、皿って。で、これが磨いた方。お鏡面仕上げ、すごいっしょ。メスティンがメスティンに映ってるで。うわー、ここまで綺麗になる。素晴らしい。こんな感じ。イエー。もうなんか使うのもったいなくなるな、これで。まあ、汚いメスティンも綺麗にしたらこんなになるっちゅうこっちゃ、ね、わざわざ買い直す必要もないっていうわけね。これもだから磨き倒したらこうなる。そんか3時間以上かかるけどね。よし、では以上、終わりでございます。お疲れ様でした。